はい、ママチュース、よろしくお願いします。1年生の顔決まりました。ごめんなさい、名前決まりました。ありがとうございます。コメントありがとうございます。早速見ていきましょう。片桐くん、辰巳くん、美咲くん、トヨタくん、トヨタとトヨタで分かんなかったんですけど、トヨタにしました。トヨタくん、青島くん、コルドくん、彼フルネームコルドウェルです。名字の部分がコルド、名前の部分がウェルにしました。コルドウェルくんで、丸山くん、あと内野くん、このコメントがですね、外野手に、内野ってつけてくださいと、なんかシャレが効いてていいなと思ってつけました。ありがとうございます。コルドウェルくんだけ顔いじりました。目の色と、そうですね、目の色ですね。はい、よし。今日どうしま、あ、まず練習指示はめましょうか。もう一個練習指示来たな。何いきます？まずスタミナですね。そうね、なんとなく変化球磨くかな。瀬戸口ね、パワー行こうかなと思ってて、パワー行きましょう。美咲のね、この能力を眠らせておくのはなんか若干もったいないなって気もしてんだけども、まず、守備力鍛えておきましょう。ある程度守備あればね、後にどっかコンバートってなった時に楽だと思うんだよね。弾道だな、先弾道ですね。1年生は弾道かな。そうね、1年生とりあえず弾道いっちゃいましょうか。八代、美咲をサードコンバートでサードに置くのありだな。まあ、とりあえず肩、はい、オッケー。4、昨日の動画で練習試合を、動画の概要欄に URL 貼って、見たい人はそちらから見てくださいって形取って、結構ね良かったかなと。てか使っちゃうんじゃね、ならずもの。まあ、残念ながら止まれないんだけどさ。スカッチャーならずものだもんな。うちのエースピッチャーだったんだけど。はーい、職人止まりたいな。数十個下げますか。下げます。はい、職人止まりましょう。そういえば、田中って3年生今だよね。ナルトが、2年生なんで、田中が多分3年生だと思うんだけど、3年ですね。ちょっと待って、待って、評価はかなりの選手だ、期待できるな。ここに推薦状を使っておけば 100% ドラ1にならねえかな。なるね、これで 100% くるね。よし、 100% かは分かんないけど、まあ、結果次第か。次あたり3とか来てほしいかな。今日夏直前まで行きましょう。はい、どうしようかな。1だな。次1か2来てくれればいい話だから。性格、平したたか、ちょっと待ってね。
したたか、あ、まあ、そのままでいいかな。受け入れない。はい。次、1コイヤ。てか、練習指示はね、消せないよ。1。いやー、来ない。練習指示消しちゃうと弾道の時がね、すべて最初。まあ、まあ仕方ないな。仕方のないことです、これは。佐々木ですかね。タイピンチ欲しいかな。ただ E が D になったところで結構変わるのかな。微妙だな。なんとなくのジャイロボールいくか。対強打者丸、これはいいんじゃない。対強打者丸いこうか。 OK。 よし、いよいよいよ数字を全部1にした甲斐があったわ。あ、弾道上がったね。え、これみんな弾道上がった、もしかして。5月みんな弾道上がってくれてればいいんだけども、瀬戸口どうしようかな。弾道多分勝手に2になるんだよね。ほっとこう。徳丸ミートで OK ですね。守備力。お、田中のパワーがいいですね。 B 行きましたね。何鍛えるかな。肩とりあえず60。コルドウェル、コルドウェルベース名前。なんかパワー C にして、熱血だから伸びるべ、さっさと。とりあえず G 消しちゃいましょうか。勝った。藤村君どうしよっかな。今から肩鍛えればそこそこ見れる感じにはなってくれると思うんだよな。ひたすら肩鍛えて。パワー上げましょうか。青島盗塁が B なんだよね。走力ガンガン上げようか。うちのは、そうですね、まあまあやっぱある程度の走力欲しいかな。はい、練習効率上がったよ。片桐伸びがいいになった。いや、どうしてもナルトのやつは消してくれないんだね。練習効率上がってんだけどさ。そう、入れ替えしちゃいますか。練習指示今なくなっても痛くないよね。痛くないね。痛くないよね。読んで。まあなんやかんや練習指示が残ってくれたのはでかいね。よしよし、いいですよ。皆さんどんどん成長してください。関根がスラーブを覚えたって言ってんね。今お任せ状態だよね、多分ね。練習指示当てましょう。はい、じゃあ変化球磨くで、スラーブを磨いてください。5。今年の夏は甲子園行きたいな。
行きたいな。まあ当たり前だけど行きたいよね。はい、そうですね。佐々木の評価がそもそもが高いね。じゃあ小笠原で。何かいいものをください。はい、はい、ありがとう。お、あー、サラリーマンいる。二人もいるぞ。あれかな、ちょっと遅めのゴールデンウィークとかだったのかな。ちょっとサラリーマン泊まりたいね。まあ2か3が出なければ泊まれないけど、泊まれそうだったら泊まりたい。5ですかね。5ですか。5ですね。ちょっとね、ナルト、ナルトのチャンスだけを本当どうにかしてほしい。もうそれを願い続けてからどんぐらいの時間経ったか分かんねえもんな。頑張って。み来ない。練習休みでも入れますか。練習休み入れますか。ちょうど特殊マス来ねえかな。なんか今なんか特殊マスなんか結構覚えれそうな気はしてんだけどな。来ましたね。上がめっちゃ楽しそう。上すげえ楽しそうじゃん。ただまあ楽しそうだけど、魅力的なのはミゾット社員とプロなだけだから、もう全然迷うことなく下でしょこれは。本屋さんもいた。全然下で正解じゃない。はーい、3。もう6月か。今日早いですね動画ね。6月、船越ですよ。変化球上がったね。佐々木も上がって4-4になってんだね。どうすっかな。コントロール50欲しいかな。150キロも投げてほしい気もしてんだよな。コントロールだ。あとな、あとなんかあるか。小笠原のパワーがいいですね。いい感じですね。総力かな。いや、もう総力目つぶってミート行こうか。これ弾道勝手に上がるかな。弾道3になるんだったらパワー B 欲しいよな。パワー、ちょっと正確なに、やんちゃやんちゃ、パワー伸びるね。パワーでいきます。徳丸、そうですね。勝った。とりあえず肩60持ってってほしいな。
他なんかいじるとこあるかな。お、やしろいいですね。ちょっと待てよ、これさ打撃能力だけを考えたら、ミサキサードコンバート、あるいはコルドウェルサードスタメンありだな。で守備の時に社出す、守備固めで。ちょっとね、社に関してはね、育成を失敗した感があるんだよな。まだ2年生ではあるんだけどさ。いや、社に頑張ってもらいましょう。他は問題ないかな。多分問題ないですね。はい、 OK です。さあ何か覚えよう。全員2年生か。関根、何覚えよう。クロスファ、奪三振欲しくね。奪三振で覚えてどんまい。まず本屋さんですね。本屋さんに泊まって、で次にプロですね。なんか面白い本くんねえかな。いや部員が多いな。はい、守備職員、これはいいですね。ありがとうございます。さあ頼む。もう何回目の話か分かんないけど、ナルトのピンチを、ピンチはチャンスを、やっとだやっとだ。すっげえ長かったな、ここまでな。ありがとう、助かった。あの本屋さんにもなんとか泊まりましょう。いや、いいね、みんな伸びるね。211で、本屋さん行きますか。さあ本屋さん頼むぞ、なんか面白い本を。あそこに並んでるショップ店員も泊まりたいな。対左打者素晴らしい、いい本です、ありがとう。3、2使っても問題ないかな。2、雨降ってね、バケツ使うか、スポンジとバケツ。はい、おい、やろう、もうみんなでやろう、3年生も含めてやろう。いやマジで甲子園行きてえな。というか校歌を歌いたいんだよな、甲子園に行きたいっていうよりは校歌を歌いたいんだ俺は。めっちゃ推薦状くんな。そんなになんか俺に裏金使えって言ってんのかい。
自分探し、まあありでしょう。ありがとうございます。勝ちたい。弱いとこ頼む。神戸東なんかなまら強そうな名前してんだけど。いいぞ。練習効率上がってんだよね。総特会するわ。総特会しま、ちょっと待ってよ。最大にしようか。最大にしましょう。最大にしても何も問題ない。7月。さあ大会ですね。ちょっとカットして正確に合わせた、練習指示をちょっとはめていきます。はい、まあそこそこ例外はいますが、だいたい正確に合わせたものにしました。はい、よし。で今回はね、俺ね忘れないから本を使うよ。皆さんちゃんと本を使います。今から勝とうね。なんとか甲子園行こうね。はい、性格って言ったってな、青島の性格は変えたいかな。船越クール、いやもうコントロール伸ばす方向でもう決めちゃってるから受け入れません。はい、よし、じゃあ本を使うぞ。対左打者に強くなります。これをまず使いましょう。そもそも佐々木は B だから、船越に使いますか。はい、パワーヒッター使いましょう。小笠原に使うのも熱いよな。田中、田中に使いますか。はい、代打、代打これはねつけておきたいかな。佐竹とかなんだよな、代打の枠といえば。ただな、1、2年生にあまり本は使いたくないってところもあるっちゃあるんだよな。ただなんとなくコルドウェルにつけても面白そうな気はするよね。守備職人、はい、これはね岸か田中なんですよね。岸で、夏男、これはねもう大事、使いましょう。藤村くんですね、夏男といえば。積極走塁、これも使えます。これも、藤村くんにつけましょう。よし、あ、そっか、パワーが3上がります。3上がって面白い選手、3年生でパワーが3上がって面白い選手いないな、見当たらないな。やめよう。補給が5上がって面白い選手を探そう。まあ大事だろう、大事だろう。スタミナ3上がり、これちょっと使えないんじゃない、そもそもが使えないね。はい、第2球種の変化球レベル上がります。これあ使えないか、そっか、こんなもんですか、こんなもんですかね。ちょっとまあ推薦状はいいや、もうこんなもんでしょう。お、総合戦力は C になりましたね。よし、そんじゃあ終わりますか。間違えた。明日、神戸東とやっていきます。そんじゃ、今回はここで終わりましょう。頑張ろう。
行こうぜ甲子園。そんじゃ終わります。バイバイ。